アトラス、ゲーム会社。株式会社アトラスは、コンソールオゲーム等の企画、開発を主な事業内容とするセガサミーグループの企業であり、セガゲームスの100%子会社。英語表記はアトラスで、ギリシア神話における巨人のアトラスと異なる。また、八角は末広がりで演技が良いという理由で、カタカナ表記のアトラスと英語表記のアトラスと、 両方とも発覚になるようにしたとされる。1986年4月7日に旧社が設立。2006年のインデックス旧社グループ入りを経て2010年10月にインデックス旧社本体へ吸収合併され、同社のブランドとして存続していたが、インデックス旧社の民事再生手続き、その後民事再生手続き廃止並びに破産手続き開始とそれに伴う、 新旧分離により、2013年11月1日に、同年9月5日に設立された、インデックス旧セガドリームへ、ブランド並びに、海外市会社の株式を譲渡したと同時に、社員もインデックス旧社を退職した上で、インデックス旧セガドリームへ再雇用された。2014年4月1日付で実施された、会社分割に伴い、インデックス旧セガドリームは、 株式会社アトラス、新社に称号を変更した。このため、セガゲームスの子会社である新社と、2010年9月までの旧社並びに2010年10月から2013年10月までブランドを所有していたインデックス旧社とは、資本関係は全くない別会社である。2017年3月21日まで存在したアトラスネット、 アトラス製品情報サイトに登場していたキャラクターは、新、女神天章に登場した、ジャック・フロストである。プリントクラブにも登場していたことから一時期は、女子高生の間では、プリクラ君と呼ばれていた。同社のマスコットキャラ的な存在と言える。旧社の公式サイトには、ジャック・フロストがあちこちに登場していたが、2017年3月21日までの、 新社の企業情報サイトに登場していたキャラクターは、ペルソナ4に登場したクマである。コンシューマーゲームやソーシャルゲームのみを手掛けているが、かつてはプリントクラブなどの業務用ゲームやアミューズメント施設も手掛けていた、後日、当初はコンピュータゲームの開発のみを行い、発売は他社で行っていたが、1989年パズルボーイより発売も、 自社で行うパブリッシャーとなる。1997年にジャスダックに上場し、1998年にユ b i s と業務提携し、1999年にはアメリカ現地法人であるアトラス USA インクを設立。しかし、1999年3月期から赤字決算が続いたことから、2000年には角川書店、後の角川と資本、 業務提携した。その一環として2001年に新生アトラス経営改革プランを発表し、同年6月にアピエスなど連結し、会社2社の株式をアトラス元社員にも方式で売却した。2003年、平成15年には当時コナミ、後のコナミホールディングス参加だった宝、後の宝富とミー資本及び業務提携したことに、 伴い、角川書店との提携を解消し、アトラスは、宝の連結被会者となった、宝の連結被会者となったアトラスは、同時に宝からゲーム事業を譲り受けする。しかし宝は、2005年、平成17年に、資本提携先をインデックスに変更し、2006年、平成18年3月には、トミーと合併したため社名を宝トミーへ変更した。 タカラトミーは同年10月に当時親会社であったインデックスホールディングスによるアトラス株の株式公開買付を受け入れアトラスはインデックスホールディングスの連結子会社となったインデックスの子会社となったアトラスは2008年8月に策定した中期経営計画により2009年3月には業務用ビデオゲーム事業から撤退し同年12月には アミューズメント施設運営事業をニュース、後のレジャラン、2代目へ分社化した。2010年5月にインデックスホールディングスによるアトラス株の株式交換を実施した。旧社は同年10月に兄弟会社であったインデックスと共にインデックスホールディングスに吸収合併されると同時に解散し消滅した。アトラスはインデックスのブランドとして存続することになった。 2012年2月にセガ、後のセガゲームスとゲームソフトの流通に関する契約を締結した。インデックスは、旧社を、九州合併直後に取引銀行であった日本新興銀行の経営破綻により経営が悪化。旧社時代からの子会社であったロッソインデックス株式の一部売却などを行ったが、旧社を、 九州合併後した後の2011年8月期並びに2012年8月期の決算において2期連続の最終赤字となり、活順資産においても債務超過に陥った2011年8月期並びに2012年8月期の有価証券報告書には、資産超過と記載した虚偽の有価証券報告書を提出しており、後の破産手続き開始の際に債務超過が発覚した。 2013年6月27日に民事再生手続きを申請し、同年7月5日に民事再生手続き開始決定を受け、同年9月18日に民事再生スポンサーとなったセガに、同年11月1日付でアトラスブランドを譲渡することを発表した後日。なお、2011年8月期並びに2012年8月期の正確な決算は未発表である。 インデックス旧社は、セガにアトラスブランドを譲として5ヶ月後の2014年4月30日に民事再生手続き廃止決定を受け、同年5月に会長と社長が金融商品取引法違反、有価証券報告書の虚偽記載で逮捕され、同年7月31日に破産手続き開始決定を受けた。その後、インデックス旧社は2016年8月3日に、 破産手続き決定を受け、法人格が消滅した。2013年9月18日に、インデックスの民事再生スポンサーの選定先が発表され、アトラスのゲームソフト流通に関する契約を締結しているセガが支援スポンサーになると同時に、インデックスは、セガとアトラスブランドをはじめとする全事業並びに、海外市会社の全株式をセガが 同年9月5日に設立した100%子会社であるセガドリームに同年11月1日に141億円で譲渡する契約を締結した。セガドリームはインデックスの有利子負債などの負債は継承しない。アトラスブランド並びにアトラスホールディングインクとインデックスデジタルメディアインクの全株式は予定通り2013年。 平成25年11月1日付で同日にセガドリームから称号変更されたインデックス、イカシーインデックスへ譲渡された。譲渡と同時に同時に旧インデックスから譲り受けした新インデックスの公式サイトからは同年10月31日以前のアトラスに関するプレスリリースは削除されたがアトラス公式サイトアトラスネットにおける同年10月31日 以前のアトラスに関する情報は残されている。制作スタッフなどの社員全員も2013年10月31日付で旧インデックスを退職し、新インデックスへ再雇用された。アトラスの制作体制並びに独立性はこれまで同理維持されている。セガはアトラスとの IP、知的財産の相互乗り入れを実施しているほか、 RPG に強みを持つアトラスを参加にしたことで、これまで弱いとされた RPG も強化していく。セガの海外におけるコンシューマ事業に関しても、全世界で売上総数を想定しているアトラスの手法を取り入れた。セガサミーグループはこれまで行ってきたアトラスブランドのゲームソフト流通や、セガロジスティックスサービスが手掛けているアーケードマシンのメンテナンスの他にも、 Q インデックスが保有していた権利を譲り受けしたことで、アトラスブランドは完全にセガサミーグループが手掛けることになった。2013年12月1日付で、アトラスブランドの業務用アミューズメントマシンの開発、販売は口実の通り、セガ本体、セガのアーケードマシン事業は2015年4月1日付で、セガインタラクティブが小継へ吸収されたが、 コンシューマーゲームやソーシャルゲームなどのアトラスブランドの開発、販売はこれまで通り継続される。2014年4月1日付で新インデックスは会社分割を行い、株式会社インデックスを分割会社とした上で、株式会社インデックスは株式会社アトラス旧株式会社インデックスコンシューマーソフトウェア局に再度称号を変更し、 コンテンツソリュージョン事業は、小型会社となる、株式会社インデックス、二代目、後のイクセット株式会社として分割した。これにより、アトラスの称号が3年半ぶりに復活することになった。コピーライト表示もインデックスから、アトラスとセガホールディングス、2015年3月までは、セガの連名に変更された。また、同時に、 インデックスの米国市会社であるインデックスデジタルメディアインクもアトラス USA インクに再度称号変更された。アトラスのセガサミーグループ入りに伴い2014年以降の東京ゲームショーにおけるアトラス製品の出展は親会社であるセガゲームスのブースで出展している。アジア地区における販売も2016年8月から現地の代理店経由から セガゲームス直販販売はセガゲームスの現自主会社が担当へ切り替えられた。かつては業務用ビデオゲームや業務用アーケードマシンもリリースしていた。アミューズメント施設運営に関しても首都圏においてはムー大陸ゲームパニックを直営で関西圏でも子会社だったアピエスが展開していた。自社開発の合傑時一族シリーズ。 ケーブ、2013年にアーケードゲーム事業から撤退の開発したドッシュ両バ鉢などがある。セガ、後のセガインタラクティブと共同開発したプリントシール機、プリントクラブはプリクラの愛称で親しまれ大ヒットした。業務用のつながりからか、2006年11月11日にベータテストを開始した Windows 用の MMORPG メガミ転生イマジンはケーブが開発。 運営していたが、2016年5月31日にサービスが終了した。システム基盤にタイトタイプ X シリーズを採用したり、ネットワークサービスに民シキャックスライブを採用するなど、対等との関係も深かった。旧社が角川書店と資本、業務提携していた2001年に、申請アトラス経営改革プランに伴い、業務用、 アミューズメント機器のレンタルメンテナンスを行っていた株式会社ムーシステムサービスの事業を新設で設立した有限会社ムーシステムサービスへ承継させた上で株式会社ムーシステムサービスと株式会社アピエスの2社の全株式をアトラス元社員に無方式で売却した同時に株式会社ムーシステムサービスは株式会社コンフォートへ称号を変更した上でスポーツ及び アミューズメント施設の運営事業へ業態変更したほか、アミューズメント事業は関西圏からは一時撤退した。なお、コンフォートはレジャラン初代の子会社となった後、2012年2月にレジャラン初代の関連会社である山崎屋の子会社となった。旧社時代には2007年6月にマーベラスエンターテイメント 後のマーベラスからアミューズメント施設事業を分社化したフットの全株式を取得してアミューズメント施設事業を拡大したが2008年8月に2011年7月期までに不審となっていたアミューズメント事業を縮小し家庭用ゲームに経営資源を集中させる中期経営計画を発表2009年3月に業務用ビデオゲーム事業の販売から撤退した 開発は継続。首都圏で手掛けていたアミューズメント施設事業についても、2009年12月1日に、株式会社ニュースへ分社化の上、旧社の親会社であった、インデックス、旧社の取引銀行であった日本新興銀行の関連会社である、中小企業レジャー機構、後の f l y へ、ニュースの一部株式を44億7200万円で、譲として撤退。 分社化当時は、旧社が同社の株式の14%を保有、残り86%は中小企業レジャー機構が保有していたが、旧社も2010年5月に保有していたニュース前、株式を中小企業レジャー機構へ売却したと同時に、ニュースとの資本関係は完全になくなったが、ニュースと旧社インデックス、旧社との関係は、資金の借り入れや店舗の契約関係などで、 インデックス、旧社の破産手続き開始決定後の2015年7月まで残っていた。なおニュースは、2014年2月に、レジャラン、初代が全株式を取得して、レジャラン、初代の100%子会社となり、2016年4月1日付で、レジャラン、初代を、九州合併した上で称号を株式会社レジャラン、2代、へ変更した。旧社からニュースへ、 運営移管されたアミューズメント施設十八店舗のうち、二千十七年十月、現在でレジャランが営業している店舗は五店舗のみで、あり、残りの十三店舗はニュースへの運営移管後に、閉店した。業務用、アミューズメント事業は新社へ、ブランド譲渡後も継承されたが、最後まで残っていた、業務用、ビデオゲーム開発、トレーディングカードゲームの開発、販売も、 新社がブランドを譲り受けして1ヶ月後の2013年12月1日に新社の親会社であるセガ、後のセガインタラクティブへ吸収された。アトラスブランドで最後にリリースされたアーケードゲームはイ妻ズマ11号バドリズムであった。遺憾と同時にトリプルキャッチャー、クルカステーションなどの旧社が開発した筐体の権利はセガ、後のセガインタラクティブへ移動した。なお、 クルカステーションの稼働自体は、セガインタラクティブ設立後の2015年9月4日に終了しており、クルカステーションとプリントクラブの修理サポート自体も2017年3月31日をもって終了した。これに伴い、同年4月1日以降は、旧社が開発した筐体のサポートは一切受けられなくなったと同時に、アトラスブランドのアーケードゲーム筐体の歴史に幕を閉じた。 2007年8月に、同年7月にリリースした腕相撲ゲーム、腕魂でプレイしていた3人が骨折する事故が発生し、旧車は腕魂150台を自主回収したほか、クレーンゲーム機であるトリプルキャッチャーシリーズの電源スイッチから出火する事故も発生した。トリプルキャッチャーシリーズのサポートはインデックス。 旧社の民事再生手続き申請後の2013年6月29日に終了したが電源スイッチの交換に関してのみセガロジスティックスサービスにて引き続き行っている。2009年4月22日には旧社が当時運営していたムル大陸突塚店横浜市に4人組の強盗が押し入り売上金約300万円メダル預かりシステムに登録されていた 顧客情報が入った USB メモリとフロッピーディスクが奪われ、個人情報約1500件が流出するという事件が発生した。アトラスは顧客に謝罪し、後に犯人は逮捕されている。ムー大陸と塚店はニュースへ運営移管後、2013年9月に閉店した。旧社時代の2006年にはパチスロパロットへの進出を発表し、 関連会社の株式会社アトムが開発したパチスロパロット機の販売を行うとしていたが、実際にはパロットの CRP カリブの海賊を市場に投入したのみで巨額の赤字を出す結果に終わり、2007年9月に撤退した。パチスロでは和田明子をモチーフとしたパチスロ機の開発を完了しており、補通協の形式試験を通過している。 一般発売人の機種名募集も行われたが、お蔵入りとなった。北米の現地法人である、アトラス u s a インク、2014年3月31日までは、インデックス、デジタルメディア、インクは、アトラスが100%出資する、現地市会社、新女神転生、ノクターンなどのアトラスのゲームだけでなく、他社のゲームのローカライズも行っている、日本一ソフトウェアの、 ディスカイア、バンプレストのスーパーロボット対戦、ガイアのモンスターキングダムなどが該当する。2017年4月1日付でアトラスホールディングインクお逆さ合併の形で九州合併した。かつては北米でオンラインゲーム事業を手掛けていたが、インデックス旧社参加時代の2013年3月31日付で、 マーベラスの北米の現地法人であるエクスシド、JKS、インク、後にマーベラスエンターテインメント USA、インクへ、吸収合併へ譲渡された。すべて旧、株式会社アトラス時代の子会社。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。